僕はですね、この荻窪悠々演劇社という、劇団で、ミロバ・トールですね。ミロバ・トールという役なんですけど、元消防士で、まあその辺も合ってないような設定なんですけど、どうやら僕は元消防士らしくてですね、はい、で、まあ何がこうきっかけで、あ、面白いのが、僕元消防士なんです、はい、役の中でね、その辺のバックグラウンドを一切こう考えないカンパニー。あ、それぞれ皆さんあるわけですよね。あるんですよ。元キャバ嬢とか、元前回元ホストとかっていろいろあったんですけど、普通は僕が今までやってきた中では、過去のバックグラウンドとか、どういう生い立ちでどういう性格でとかっていろいろ考えながら役を構成するんですけど、そういえばね、なんで元消防士が俳優になったのかっていうのを一度も考えなかったですね。今思いました。それ今回考えますか？考えないでしょう。考えないでしょう。なるほど。僕は元消防士で、俳優、荻窪悠々演劇社に入り、なんとかこの演劇を、演目を成功させたいと思って、割と、いろんなハプニングがある中でもしっかりと最後まで演劇、この演目を続けようとする、割としっかりした人間なんじゃないかなと思ってやってます、はい、真面目ですしね、ミロバさんは、で、いろいろなこう皆さんのハプニングをこうなんとかこうなかったことのようにこうして、なんとかこういいから先に行こうとこうみんなのこうケツを叩く、はい、役です。ケツを叩いても反応なかなかしてくれない皆さんっていう感じです。そうですね、ひどいですよね。疲れます。そういう役もある、この中では疲れる、ね、本当に一個決めたのは前回ね、いろんなキャラクターがいて、キャラがこう、ぶつかったりとか、同じような人間が一人でもいるとダメだなと思ったので、僕が一個決めたのは、とりあえず、山重さん座長がね、途中で諦めてしまうとかっていう流れができてきた中で、もう絶対最後まで諦めない人っていうことだけは、なんとなく決めたような気がしますね。そういう人間って多分この中にいないので、そう。ただ面白いのは、みんなやる気だけはあるっていうね、やりたいんですよね、すっごい。それがおかしくて、すっげーやりたいんですよ、この人たち。バカバカしいのをこう通り越して、ちょっとこう愛しさもこう芽生えるような、本当にチャーミングな人たちですよね。崩壊シリーズ「リメンバーミー」はいよいよ4月の13日から東京の俳優座劇場で上演いたします。前回見てない方もですね、十分楽しめる作品になっていると思いますし、今回もこんなに個性豊かな、俳優の皆さんと一緒にですね、お芝居が作れるということで、僕も本当に楽しみにしております。大倉さんの、いろんな仕掛けの詰まった、他にはない演目になっておりますので、ぜひぜひ、4月13日から俳優座劇場お待ちしております。そして大阪、名古屋、福岡にも、参りますので、お近くの方はぜひ劇場に遊びに来てください。お待ちしてます。